皆さんこんばんは、今週も2000ミリセッションご覧いただきましてどうもありがとうございます。ナリオです。コロナウイルスもですねだんだんと落ち着いてきた気配もありますが、皆さんのおかげで皆さんの毎週毎週の投げ銭やですね、ゲストミュージシャンの方のおかげでオイランも、先週からついにオープンすることができました。ありがとうございます。でね、とりあえずオープンはしたんですけれどもまだまだ大変な状況には変わりはないので、皆さん楽しみにしてくださっているこの2000ミリセッションも、まだまだ続けさせていただきます。ということで今週も素敵なゲストが来てくれています。先週のザ・ブルーハーツベーシストの川ちゃんに続き今週もなんとブルーハーツつながりで奇跡の出演、ドラマーの梶原哲也さんです。梶くんです。はい、皆さんこんばんは、梶原です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらこそ本当にありがとうございます。いえいえいえ、もう楽しみです、はい、いやほっとします。2人の出会いはねちょっと後でまたいろいろとお話しさせていただきますけれども、梶くんは、はい、このバーオイランに来たのは2回目なんですよね。2回目ですね、はい、はい。前回はちょっとこのセッションというか、まあ、リハ終わりみたいな感じで成尾先生にちょっとご連絡がついたので、あれはいつなんだろう、今年かな、いや去年のような気がするけど、もうそうか、半年は経ってるか、確かに、はい、そうですね。まあそんなことがあって今日ね、ダメ元で来ていただきまして本当快く快諾していただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます、こちらこそ。ということでね、今週はザ・ブルーハーツの、梶くんと一緒にねいろんな、音楽のルーツだったりとかね、皆さんが聞きたかったり聞きたくなかったりすることをねいろいろと教えていただこうと思います、はい、がまず最初に皆さんしていただきたいのがですね、この2000ミリセッション何のためにやってるかというと、この、コロナウイルスでですね2ヶ月以上大変な思いをしたバイオオイランを救っていただくためにですね、皆さんの投げ銭によって成り立っております、今出てますね、ちょうどこちらの下にねあると思うんですけども、皆さんが見ている YouTube の概要欄説明欄にね投げ銭サイト、ベースのサイトへの URL が載っておりますので、そちらの方を見ていただけると皆さんの心と懐具合に合ったコースがいくつか用意されておりますのでね心とあそこに余裕のあるゆとりのある方は投げ銭をしていただいて、僕や君や彼らのために救っていただけると本当に助かるのでね、見てみてください。で一番高額のスペシャルなコースがあるんですけれども、そちらは今日の僕と梶くんのスペシャルなトークショーを実際生配信なので今日今この瞬間しか見られないんですが、そのコースの方だけは、フルをですね、好きな時に好きなタイミングで見ていただけるという視聴権がついてきますので、ね、そちらもぜひ見てみてください。良いかな、こんなことで自分的なことは。はい、じゃあ投げ銭、そしてあと大事なのはそうだ、梶くんに直接質問をねしてもらうこと、してもらうじゃなくてね答えてもらうことができますので、コメント欄に質問をしていただければ、よっぽどひどいことじゃなければ誹謗中傷悪口じゃなければきっと答えてくれるはずですのでね、皆さん気軽に YouTube の質問ね、コメントコーナーに質問を書いてくださいということです。はい、という感じで進めたいと思います。はい、お願いします。で先週は、うん、川ちゃんに大変ないや川ちゃん、はい、見たんですよね、おもろかったね、見てくれたんですね川ちゃんと、はい、川ちゃん節炸裂してたね。最近はあったんですか。最近ね、まあ彼がちょっと最近バンドをねそうだやり始めたりしたんで、はい、それのライブを見に行ったりしましたかね、大阪に来たんで。大阪でもやってるんだな。大阪ツアー来たよ、ロンドンタイムスね、はい、あ、そうか、ロンドンタイムスを見たの。そうそう、今ちょっとまたそれ変わりましたけどね、はいはい、ロンドンタイムス見たいな、うん、あれジャストアビートショーの CD になってるレピッシュとかロンドンタイムス、そう、あとジャンプスでやってる時はあれちなみに梶君じゃないんですよねあれはね、今ピローズでドラム叩いてるしんちゃん、またすごいな、そう、うん、私はね、あれのチケットの確か屋根裏だったんだけど、チケットのモギリをやってた。
しんちゃんと言ったらまあおかしいですけど、しんちゃんがブルーハーツをやってる時代っていうのは相当短いレア。そう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 、だから本当に龍介が、初代ドラムの龍介が辞めて1回か2回じゃないですかね、しんちゃんやったの。しんちゃんすごいですね。しんちゃん ね超絶すごい。あれピーズも、ピーズもやってるし、ね、そのうちらの中ではあのルーズか、ルーズのドラムっていうイメージが、うん、カタルさんと一緒。そう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 、カタルと一緒。そうそうそう、カタルさんともやってんだと思ったけどな。いや今さ、そのルーズのアルバムとか聞いたら、はい、あのなんか若い時からこんなしっかりしたビートを叩いていたのか、しんちゃんすごい。いや、いつか2000ミリセッションにもね、来ていただきたいですね。それ、まあ、いいじゃないですかね、楽しい。で、ケントリもやってたんでしたっけ。あ、そうだ、ケントリやってたんだ。ケントリが忙しいからブルーハーツはちょっとなんかこう手伝えないかなみたいなこと言ってた。うん、そして今ピローズでやってね、すごいもんです ね、やっぱすごい、うん、まあまあそっちの話はいいんだけど、はい、面白い話で、音楽的なルーツをね、皆さんいろいろゲストの方にねお聞きしてるんですけれども、うん、まあ大体なんで僕 の、 あのこういう関係なんか、僕が好きな人ばっかり呼んでると大体50代の方ばっかりになるんだけども、カジ君の音楽的ルーツというか、まあ、いろんな音楽を聴いてきて、うん、実際にバンドを始めようと思ったあたりのお話を知りたいんですよ。はいはいはい、はい、ね、まあ、中学ぐらいから、はい、まあまあご多分に漏れずなんかロックを聴き始めたんですけど、はい、最初はビートルズだったですかね。やっぱみんなそこなんですね。ビートルズなんかね、ビートルズのリバイバルブームがあったんですよ。うん、まあそれはもうレコード会社の戦略に乗せられたのかもしれないですけど。それ自分がいくつですか。13とかしよう。あ、じゃあ中学生。中学生、懐かしいね、中学生ですね。リバイバルブームがあって NHK でなんか特集があって、それをまあよくやるカセットの空中録音で録音して、でも何百回って聞いたみたいな感じですね。え、リバイバルってどういうことなんですか。でもリアルタイムではないのか。リアルタイムではない。なんかね、小学校のなんかものすごいなんかこうちっちゃい頃にビートルズが解散したみたいな、なんかこうニュースが流れてた後のうろ覚えで覚えてて、例えばなんかこうロックっていうのにさ、ジョン・レノン丸メガネとかかけてて、あ、なんかあの人変わってんなみたいな、そういう印象でしたね。解散した後なんですね。そうそうそう。でリバイバルブームが何年か後ごとにこうね、レコード会社がやるじゃないですか。はい、多分それに乗せられたんだと。なるほど、解散何周年記念とかね、いろいろ。そう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 。へえ。でビートルズをリバイバルで後追いで聞いて、そう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 、いくうちに自分もやろうかなと。そうそうそう。でね、その後高校時代に私不登校の子供になっちゃうんですよね、学校。中学は普通だったんですね。中学はめちゃくちゃ普通で、中学まではまともだった。まともだった。勉強も結構できたな。でも高校では普通に受験をして高校入ったんですよね。そう、高校ね、なぜか知んないけどちょっとこう頑張ってね、進、はい、学校とかに行っちゃったもんだから、いい、はい、ちょっといろいろあって、で不登校になって。不登校はもう1年生からですか。いや、2年ぐらいかな。高校2年になって行きたくない病になるわけだ。そうそうそう。でもうなんかこうその頃って落ち込む時すごい落ち込むじゃないですか。もうなんか、もうなんか生死の境ですよ、はい、本当に16、7。そう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 。でその時もうロックばっかり聴いてて、へー、ロックばっかり聴いてて、でなんていうのかな、そのうちらよりまあ上の世代のことになるんですけどね、やっぱりこうロック、洋楽は聴くものみたいな、やるもんじゃなくて聴くもの、やる人は相当気合い入ってる人たちみたいな、本当にまあね、ロックは不良だとかなんとか言われますけど、はい、本当の不良の人たち、ちょっと言い方悪いですけど、本当の不良の人たち、気合い入った人たちしかやっぱやってなかったんですよ。うん、だからロック、洋楽は聴くものみたいな感じがあって、不良ではなかったんですね。もうなんか進学校の落ちこぼれ、もしくは不登校の子供。落ちこぼれっていうとなんか不良になりがちなイメージですけど、そうではないんです、ね。もうなんかどっちかというと家にこもる感じの、はい。ですね。でそんな感じでロックを聴いてたのは聴いてて不登校になってたんだけど、そこでパンクが、パンクが、ああ、そうかそうか、パンクはリアルタイムなんですね。うん、けどね、ちょっと後追いなんだけどね、うん、リアルタイムの時はキスとかにも熱中してたから。キスとクイーンに熱中してたから、はい、ちょっと後追いになるんですけど、はいはいはい、けどやっぱね、ロッ
ックの洋楽の中でもパンクはなんかお前やれよみたいな、お前やれよみたいなことをね、言ってくるんですよパンクは。それはあのそのパンクは日本のパンクではなくロンドンパンクですか、ガツンと影響を受けたのは。いやけどね、ほぼ同時期だったですけどね、アナーキーとか、ね、はいはい、ルースターズとか、あとはクラッシュピストルズかな、あとラモンズか、まあまあ割とパンクの有名どころですよね。何きっかけは何ですか、パンクを聞いた。やっぱ普通にラジオから流れてくるとか、友達とか雑誌とか。うん、友達かな。あの最初にパンクを見たのは、映像を見たのはね、ニュースだったのよ。テレビの？そう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 。なんかニュースの時事ネタみたいな感じで、ロンドンでなんかこうこんな髪ツンツンしてもうピョーンってもうなんかこう飛び回ってる、まあポコダンスみたいな感じですよね。あ、やってる音楽が今流行ってるみたいな、はい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 、いうんでニュースで流れたのを聞いたよね。うん、でほらビートルズが好きだったから、はいはいはい、ああ今こんなのが流行ってんだみたいな感じで見てて、でその後やっぱり友達の割とこうなんかいろんなもの聞いてね、集めてるロック好きの友達からパンクをレコードパンク、ね、うん、借りて聴くようになってって感じですね。パンクをあの初めて聴いた時、うん、セックスピストルズを初めて聴いた時は、うん、よくあのいろんな方々が語ってるんですが、うん、ピストルズを初めて聴いた時は脳天を殴られたような感じだったよみたいなことあるんだけど、そういうのってありました？あのね、そういう文脈ではなんか聴いてなかったかな。うん、まあちょっと後追いだってみたいなのもあるかもしれないですけど、一つのロックンロールの一つとしてなんか聴いちゃったですね、その時は。うん、だけどやっぱ歌詞とかさ、そういうところまでこう下げていくとむっちゃやっぱこう面白いから。でちょうどこう自分がこう不登校でね、もうこう布団の中にこう潜ってる、そういう状況だったんで、うん、なるほどね。ロンドンからこうピピ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 ピみたいな感じでクラッシュだ、ロンドンコーリングのあのね、エマージェンシーコールが流れてくるみたいな。僕は洋楽が、うん、まあ、ビートルズとかそういうものを聴いて、キスとか聴いて、はい、パンクに行き着いたじゃないですか、うん、最初に聴いたのがピストルズなんですよ。ほいほいほい、ビートルズが通ってないんです、何も通ってないんですよ。あ、なるほど。でみんないろんなミュージシャンのインタビューを読むと、うん、そういうこと書いてあるから、はい、パンクに出会った時はピストルズを初めて聴いた時はみたいな、うん、衝撃だったって書いてあるから、うん、これはすげえもんだと思って、セックスピストルズのレコードを15歳かなに新生堂、荻窪の新生堂に買いに行って、うん、親に何のレコード買ってきたのって言われて、うん、セックスピストルズって言えなくてセックスっていう言葉がセックスっていう言葉があの恥ずかしくて言えないんですよ、15歳に僕は、まね、だからもうちょ、はい、ピストルズみたいな感じで荻窪の新生堂買ってきて、で、うん、針を落としたんだけど、ポカーンって感じで別に衝撃ではなかったの。あ、なるほどね。つまりこのロックの比較対象がみたいのはなかったのかな。あ、なるほどね、そうかもしれませんね。でしかも、うん、普通にそんなすごい速いわけでもないし、うん、なんかハードコアパンクみたいにね、今とかでもないし、なんか普通の、うん、あ、これロックかみたいな感じだったんですよね、うんうん、でそれよりもあの先ほど梶君が高校の時に不登校でちょっとうちに入っていた時にロックを聴いてロックに救われたみたいなことだったんですが、まさに僕も全く一緒で、中学3年生の時に、あの中学3年生の時に僕の中学は8クラスあって、全部で大体300人ぐらいの生徒がいるんですね。その中で成績が大体300番くらいなんですよ。299とか300番くらいなんですよなるほど。全部のクラス合わせてももう本当に落ちこぼれで、はい、全然勉強できない中学3年生で、うん、で勉強もできない、運動もできない、モテない、もう何にもない時に、うん、あの僕斉藤由貴が好きだったんですね。お、斉藤由貴が好きで、うん、ハイスクール落書きを、はいはいはい、斉藤由貴主演のドラマが始まるということで落ちこぼれたちのドラマが始まってこと、はいはい、ハイスクラッキーを聞いたら、そこでブルーハーツのトレイントレインに出会うんですよ。あ、なるほど。そこでその時はすごい衝撃、もうこれこそ衝撃、今まで聞いていた音楽は
君を愛してるよとか、あなたのことを見つめてるわとか、この思い止まらないとか、はいはいはい、そういう愛だの恋だのみたいなもの、つまり歌謡曲だけだったのが、もうそうじゃない音楽ってあるんだみたいな、ガーンときて、でそれがまあ後々パンクなんだと、ブルーハーツってパンクなんだっていうところなんですが、でその後結局僕は高校を入学式の次の日に中退してんですね。1日で中退してんですが、それは結局70年なら一瞬の夢さ、やりたくねえことやってる暇はねえという、どっかで聞いた。聞いたブルーハーツ、パンクロックに後押しをされて、あ、そうお前やるんだっていうかね、先ほどカジ君が言った、やりたいことやれよ、せっかくの人生なんだ、一度きりの人生なんだ、っていうところで狂わされてしまい、そうなんですよ。そう、だからまあ僕にとっても人生を変えた、まあ神様というかですね、本当ごめんなさい、神様よりも大好きですっていうような人がね、今日来ているわけなんですけど、いえいえいえ、まあそうそう、だからパンクによってロックによって人生を変えられてしまった。カジ君もやっぱりそうなんですか、ロックにパンクに人生を変えられたっていうところ。そうね、やっぱりその時の原体験みたいなのはもうずっと残ってね、まあもちろん本当に最初にビートルズを聞いた時からバーンってきたっていうのはあるけれども、その一番なんかもう人生で一番ヘビーだった時にやっぱりパンクを聞いてた、そこにこう押された、はい、お前やれよみたいな感じで、で、まあ、まあそこからは普通のストーリーなんですけど、でも先ほど言った、ロックは聴くものであり、やる人っていうのは、よっぽどの不良、ド不良だった、でもそれが自分がやるようになったのは、そうそう、それはねやっぱりパンクのすごいとこだよね、はい、まあなんかさ、その前はだからキングクリムゾンとか、はい、レッド・ゼッペリンとかエマーソン・レイク&パーマーとか、ああ、はいはい、もうロックもどん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 広がっていって、はいはいはい、テクニック思考やら、うん、クラシック混ざったりとか、うん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 、ものすごいことになってて、でやっぱり聴くもんになってたんですよね、すごいかっこいいんだけど、でまあなんかやるのもちょっとなんかね大変そうだしみたいな、大変そうだしやっぱそういう意味でやっぱパンクってね、はい、分かりやすかったんですよね、やっぱ3コードでもできるシンプルなみたいなところがある、そうそう、そんなになんかこう難しいこともやってないし、それよりもなんか初期衝動って言ったらなんかちょっと当たり前な言葉だけど、そういうのが伝わってきたんでしょうね、あとやっぱ歌詞と一緒になんかこうドンとこう後ろから背中を押された感じで布団をパーンとパーンと跳ねのけて、そしてみんなが多分気になる、なぜドラムを選ぶのか、その中でなぜそこにいるんだろうっていう、そこがね、はい、逆に不思議なんだけどね、人それぞれだと思うんですけど、はい、僕はねそのビートルズを見た時にドラムが一番かっこいいと思ったのよ、だからドラムがかっこよかったのか、はい、リンゴスターがかっこよかったのか、うんうん、よくわかんない、その両方かもしれないですけど、なんか前で歌ってる人よりももうドラムがかっこいいと思って、なるほど、ね、じゃあそれはもうパンクに出会う以前からドラムってかっこいいなっていうのはあったんですね。そうそう、もうだから、じゃあ実際パンクと出会っていざ自分がやるとなった時にもう最初からもうドラムっていう、そうそう、迷うことなくドラム、まあ本当にだから高3の文化祭でバンドやってなんかこうステージデビューみたいな普通のストーリーなんですけどね、はい、じゃあバンドみんなで組んで、誰もやる人いないから、じゃあ お前ドラムやれよみたいな感じではなくてね、そんな失礼なことそんな失礼なこと、なんかそういう人がねいるっていうんですよそれでなんかドラムになったみたいな、よく聞くけどね、はい、なるほどね、そういい話、だからそのね最初のね、はい、高校の3年の文化祭もだからアナーキーの曲とか、はい、あとはピストルズの曲とか、なんかそんな RC のね雨上がりとかね、まあ定番ですけどね今となってはやってました ね、 いいね、はい、ちょっとここでいろいろお便りコーナーを、お来てますか、お便りが来ておりますので、お来てますか、はい、私は映さないでください、お便りを読んでる恥ずかしい姿をお、はい、いろいろ来てます、はい、最初から、はい、読ませていただきます、ワクワクしてます、お、はい、ありがとうございます、次の方も同じくドキドキしてます、おい、あ、いいこと言ってる人がいる、シャンパンないの、はい、シャンパンはね、カジ君はお酒を飲まないので、そうなんですよ、私今ちょっとなんだろう、なんか美味しいのいただいてますけれども、
プラスコーヒー。深入りコーヒー、あの何杯でも言ってください、ね。はい。良きタイミングで行ったらすぐに出てきますので。ありがとうございます。はい、コーヒーいただいています。あ、投げ銭しました。チャリーン、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、難しいこと書いてる人な今日いる。ちょっとまあ、なんでこういうさ、この人は、なんでしょう。まあいいや、いるよね。びっくりして今。小林さん、ペンネーム小林さん、今日はボブディランですね。似合ってます。はい。ボブディラン＆ザバンド、はい、ベースメントテイプ。はい。カジ君と川ちゃんの、リズム隊コンビが出す音は最高でした。ありがとうございます。はい。いやこのトークショーいいなぁという方もいますね。おお、ありがとうございます。ああ羨ましい、何が羨ましいんだろう。ありがとうございます。次の方、ペンネームヨト君、カジ君は変わらないなぁ。うん、はい、ねえ、もう何も考えてないんですよ。はい、次の方、ペンネーム真央さん、真央さん、こんな話を本人に話せるとは羨ましい。あ、でしょ、素晴らしいよね、うん、本当私の神様にこんなねえ、はい、ありがとうございます。次の、ペンネーム吉村さん、うん、もうモヒカンはやらないんですか。パイナップルヘアまた見たいな。ねえ、ちょっとこう、はい、横は一応ね短くはしてるんですけどね、最近ちょっと年とともにひよってしまいまして、はい、などなど来ております。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、こういうもうモヒカンやらないんですかとかね、こういうあの質問もまだまだ全然ね受け付けておりますので、どんな質問でもコメント欄に書いてください。そして先ほどもね、ベースの方の投げ銭サイトで投げ銭してくれましたよっていう、人が、いますので、びっくりするな、ちょっとこういうね、ことを書かれるとね、ドキドキしちゃうんですけど、見てますよ、ロックンロールだって。お、はい、誰かな。、はい、なので投げ銭もまだ、引き続き募集しておりますので、いつでもお願いします。はい、お願いします。はい、でじゃあお話、はい、戻させていただきますが、はい、こういうペースでやっているからもうどんどんと時間がね行くんですよ、時間がね、はい、はい、で、高校生の梶原少年は、うん、はい、はい、ドラムを手にしてやった、はい、まずコピーからやって、はいはい、でオリジナルをやるようになったんですか。ね、オリジナル、そうね、もうだからもう高校時代とか言ったらもう選択肢というかもう視野が狭いじゃないですか。だからもう俺はプロになるしかないって言って東京に出て、まあ、プロになろうっていうふうに心に決めて、で大学に入って、不登校の子供だったんですけど大学入って、でそこでバンドを始めるという感じですね。はい、なるほど。でそれは、うん、その本格的に始めたバンドは何をやったんですか。曲はね、もちろんそのオリジナルをやってましたね。新宿アシベとか、今はちょっとこう違う形になってるんですけど、足部会館の5階にあったっていうのって分かります？5階にあって、なんかね、その頃ねストリートスライダーズとか、あとね、はいはい、いろんなねシェイクスとかバンドが出てたんですよ。 GS も出たりしてたんだ。そうだ、大貫健翔さんがよく行ってたって言ってましたね。うん、はいはい、そういうところでライブやってたんだ。そうそう、まあアマチュアですけどね、まあ、サークルバンドからちょっとこう発展していって、うん、で出て、まあ、その頃はストーンズとかもまだまだ元気よかったっていうか、その映画、ライブ映画とか公開されてて、はい、また一つ盛り上がりあって、でストーンズのコピーバンド的な感じのやってましたね。大学で上京したんですね。うん、そうそうなんですよ。うん、でそこでサークルでバンド組んで、はいはい、どこ住んでたんですか。どこだ。代々木上原とかに、まあちょっと場所聞くといいところに、はい、ね、いいところだね。聞こえますけど、まあ親父の関係のお仕事の関係のなんかちょっと寮みたいな、学生寮みたいなのがあったんで、そういうところにちょっと住んでたり。あとはあ、まあその後はね立川に行ったり、はいはいはい、うん、音大が近くにあってちょっとこうドラムの練習をしても、なんかこうあんまり言われないところ、エコタとかそういうのをぐるぐる回ってましたね。なるほど、うん、で、まあ二十歳ぐらいですよね、大学生っていうか、ね、二十歳ぐらいの、はい、カジ君が、で、まあいろんなことがありまして、はい、あの3人とはまずどうやって会うわけですか。あのね、はい、
どのタイミングで学生時代に会ってるんです？学生時代に会ってるんですよ、はい、だけどそのもう会った時点でそのドラムが辞めてたんですね。もうブルーハーツがあったんですか？そうそう、だからねそのブルーハーツ、まあライブハウス、東京のライブハウスシーンも広いようでやっぱ狭いんですよね。でいいバンドがあったらすぐ噂になって耳に入ってきて、ブルーハーツっていういいバンドがあるから今度見に行こうみたいな話はあったんですけど、普通にお客さん見に行ってみようと、うん、はい、だけどその時はもうドラムが辞めたからそのドラムを募集するセッションみたいなのをやってるから、まあ行ってみたらみたいな話がちょっと来たんですよ。もう川ちゃん入ってますもんね。そうそう、その時は川ちゃんいたかな、はいはい、うん、でねその前後にさっきのジャスタビートショーの屋根裏での話とかがあって、はいはいはい、だからブルーハーツを見てるっていうね。あのジャスタービートショー見に行ってるんですか？あ、そうそうそう、その時にもぎりしてたね確か。あ、そうか、うん、だからブルーハーツをお客さんとして見てるっていう、不思議な不思議な感じですけどね。なるほど。でそのジャスタービートショーのもう、まあ、直後ぐらいなんですね、うん、あ、そう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 ですね、はいはいはい、で入った時は決め手というか、あの、うん、どういう行き先で、あのね自分から入りたいと。そうそうそう、結構ねなんか毎晩ヒロトに電話して、はい、まあ俺決めちゃえばみたいな感じで、わけわかんない推しとか、まああとはなんかこうカウントのデカさ、声の、はいはい、これはなんか定評があったんですよ。あったーっていうやつ、うん、それがなんか気に入られたっていうのはあるみたいですね、うん、あ、そうですか。なんかエピソードとしてはその後そのマネージャーから聞いたんですけどね、ブルーハーツのその私が最初に行ったオーディション的なねセッションの時にもうすぐ決まったんですよ。もう3曲ぐらいやってもう決まりみたいな感じで、その前になんか十何人ぐらいセッションしてたんだけど、すごいな、そんなに、うん、決まんなくて、けどなんか声がでかかったのがいいみたいですごい、それが運命を変えるわけですね、うん、大きく変えてますね。そうそう、でその時に後日談として聞いたのは、はいはい、そのヒロトがマネージャーにあのブルーハーツの新しいドラム決まったぜとか言って、はいはい、でマネージャーが、あ、結構じゃあうまいやつが来たとか言ったら、いや下手っつって、まあ、要はなんかこう、ね、声がでかかったっていうことだけで決まったみたいです、はいはいはい、でその頃はもう動員もあったんですね。あ、そう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 、ロフトではいい感じで客入ってましたね。そうか、もうロフトもやったりとかしてたんだね。ねえ、まあ、ありがたいことにそんな感じでしたね、すでに、でっていうところで先週の川ちゃんの話は終わったんですよ。それそこからだんだん人気が出てすごいことになりましたねみたいなところで終わったんですが、私たちが聞きたいのはその先の話なんですよね、はいはいはい、まだ大丈夫だね、はい、時間的にも大丈夫ですね。おい、はい、どんなんでしょう。で、うん、そこからもうメジャーの話が来ていたんですか？そうですね、入った時にはすでに、はい、そうですね、はい、あのけどその、うん、事務所ともなんとなくその後にジャグラーに入るじゃないですか。ああ、そうか。ジャグラーが事務所、メルダックがレコード会社。そうね。でそこともなんとなくお話をしながら、そのまだ決定、いろんなことは決定してないんですけれども、なんかこうその私たちとジャグラーとレコード会社のいろんななんかこう中で話が進んでいってたみたいですね。はい、じゃあなんかみんなでレコード会社を選ぶとかそういうことは特になくもう起こって、うん、メルダックっていうのはまた意外なイメージなんですけどね。そうね、そういえばいろんな方とレコード会社の方とご挨拶したりお話ししたりはあったんですよ。あったんですけど、なんかメルダックっていうところに決まりましたね。その決め手とかは覚えてないんですか？いや、まあちょっと覚えてないというか、あ、言えない、言えないというか、その語弊がいろんなことに、いや、ちなみにニューロティカはあっちゃんはいろんなレコード会社あったけど焼肉を食わせてくれたからそこにしたというふうに言ってますけどね。なるほどね、はい、そういうのもありますよね、はい、あ、けどいろんな方によくしてもらってはいたんですけど、うん、まあまあ、メルダック30年以上前の話ですからね、うん、メルダックね決定しましたね、はい、なるほど、はい、でそこですぐにまあ
ファーストアルバムか、何、え、最初は何だったんですか、シングルですか、シングルなのかアルバムなのか、デビューっていう話、はい、そうです、デビューはね、なんかビデオ3曲入りのビデオ出したような気がするけど、はいはい、あのさビデオで、あのさだってもう神様に向かってあの3曲入りのやつで真っ黒い中でただ演奏してるやつなんですが、そう、あれでカジ君のスティックが飛んで、飛んでるのありますよね、飛んでなんかヒロヒロってマジなんかこの辺に飛んできたのかなんだけど、確かノーノーノーのブレイクの時に、そうライブの時でもいつもこうポーンって投げるんですよ、同じことをポーンってやったらヒロとのここのワンショーにスポッてはまって、ですよね、あれ本当なんですよ、あれそう、僕ね15歳の時あれ擦り切れる、本当擦り切れるほど見たんですけど、あの VHS をなけなしのお小遣い買ってそうだからもうすごい覚えて、何なんだろうこれはってずっと思ってたんですけど、本当偶然で、ね、面白い、そうそう、でもしかもなんかね、そのブルハーツ、まあ今でもあれですけれども、私もブルハーツあのデビュー頃のはもうね勢いしかなかったから、その上手い下手とかじゃなくて、もう実際にあそこに PA 組んで、そのラインの音じゃなくてなんか出してる音を中心に撮って、でなんかミックスした覚えがありますね。うん、むちゃくちゃ荒いな、すごいシンプルなね、そうそうでしたよね、うん、だけどなんかもう本当に臨場感というか、もう本当にライブですから、うん、いいなんかテイクというかものが撮れたなとは思いますけどね。シングルやアルバムを出すより前に一番最初が VHS だったんですかね、なんか確かそんな気がしますけどね。それすごいな、騎士団もそうですよ。へえ、そうなの。騎士団もデビューシングルとかじゃなくてデビュー VHS なんですよ。VHS が始まりだって。へえ、なるほどね。でそこからまあアルバムが出て、はい、何が一番変わりましたか、こう。ああ、そうですね。もうバンドブームがもう全然来てる。けどね、そのまだまだその地方に行ったら全然なんか地方にね で人気のあるバンドの前座っていう感じで出させてもらって、先週も母ちゃんがちょっとねお話してましたけどね、はいはいはい、もうお客さん5人とかそんなこともあったし、東京では超満員なのに、だからけどなんかこうみんなでねバンに乗ってねツアーするっていうのはめっちゃ楽しかったですね。バンでツアーしてた頃は確かに楽しかったな。何人で行かれるんですか。ね、マネージャーと運転手兼ローディの人がついてるから6人ですかね。そう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 。まあまあ若気の至り的なことがいっぱいあって楽しかったですね。でそこからいろいろツアーをやったりなんだかんだシングル出したりして、でセカンドのヤング&プリティを、そうですね、飛びましたが、はい、何かエピソードなどありますか。1枚目と違うことをやろうとか、なんかそういうことがあったのか、同じような感じなのか。やっぱね、一番の違いはプロデューサーに佐久間雅秀さんを迎えたことですね。あ、そうなんだ、今思うと、そう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 、やっぱりまださ、その自分たちのものがやっぱりね確立されてないみたいなとこあるから、そのファーストアルバムはあのシーナンドロケッツの、浅田さんと奈良さんか、はい、ねベーシスト2人にこうプロデュースをお願いしたんですよね。でもあの人たちもバンドサウンドバッチリこうね、もうロックンロールバンドずっとやってるっていう意味で、はいはい、こうよくなんかこうこっちからも見え方としてね、はい、分かりやすかったんですけど、佐久間雅秀さんといえばもう、はい、なんかちょっとこう音楽的にもなんかね、っていうようなイメージがあったんでね、はい、こっちもなんかこう自分たちのね自信もなんかこう半分半分なんかこう自信とその裏返しのコンプレックスみたいなものがあるから、自分たちを変えられちゃうんじゃないかみたいな、はい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 、でやっぱ警戒しましたよね最初ね、なんか大丈夫かなみたいな感じで、だけどところが佐久間雅秀さんもロックンロール親父だったんですよ。もう酸いも甘いも神分けたロックンロール親父で、もういいプロデュースしていただいてっていう、だから逆になんかこう音楽的なものを、まあ、まだまだあれですけれども佐久間さんなりな感じで広げていただいたっていう、そういう印象ありますね。4人の中では誰が一番この音作りに関してこのこだわりというかうるさいというかいうタイプなんですか。けどまあそれぞれありますね。それはもうなんかそれぞれあるかな。なんか レコーディングとかでショートすることは特になく、
衝突はしまくってますね。そうなんだ。そうなんだ。いやいや、だからプロデューサーとかじゃなくてね。はいはい、4人の中で。うん、4人の中で、まずあの、確かセカンドからキーボード入れたのかな。確か。キーボード入ってんのか。なんか薄くパーとか入ってんじゃないかな。何の曲だろう。なんかそんな気がしたんだけど、まあ、とにかくそういうサウンドで、はい、ファーストからだいぶこうなんか音楽的にちょっとやっぱり広がった部分があったんじゃないかと思うんですけど、うそれ入れる入れないでも、あ、うん、まあやっぱりありますわ。そのキーボードの方はお知り合い？ええー、佐久間さんが。ああ、そうそう、うん、まあちょっとバックでこう流れてる程度かもしれないですね、うん、だからね、うん、僕的には3枚目からすごくもうなんか洗練されたような感じがありますね。トレイントレインで、そうね、あそこからまあ確かに一気にそこら辺の、まあ、60年代70年代のねちょっとサウンドをこう元にしてバーンと広げていったみたいなのありますね。はい。ヒロトさんがブルースを聞き出したのは元々からなんですか？なんかそのトレイントレインあたりからより、うん、そういう色が出てるのかなとも思ったんだけど。ああ、いや、けども最初からそういうのが好きだった、うん、最初からもう、うん、ソウルとかゴスペルとか、はいはい、うん、ブルースはもうずっと聴いてますね彼らは。うん、なるほどな、はい、で3枚目は白井さんなんですよね、あのね、ね、白井さんはね3枚目のツアーの、あ、ツアーか、からなんですよ。じゃあトレイントレインか、そうか、アルバムは違うのか。アルバムはね、小島さんっていう、まあ、これももうブルース界のもう名ピアニストなんですけどね、はい、にやっていただいて。そうなんだ、うん、音源とライブで見るとね、もうあの白井さんがね、そうね、白井さんがねトレイントレインを弾いてるイメージなんで、はい、あ、そうですか。そうそう、だけどあの時いろいろ広げて、うん、やってましたよね。3枚目はね、確かね、1枚目、2枚目はね、山中湖の、富士山の近くの山中湖の、はい、もう今ないかもしれないですけど、その会社の名前のスタジオはミュージックインだったかなっていうところでやって、で、3枚目はね、ちょっとこう、おこもりしながらレコーディングするのが苦手な方もいて、もっと都会で、はい、誰とは言わないが、都会で撮ってた方がなんか、普通に撮れるみたいな。なんかストイックな感じになるよりも、はいはいはい、その方がいいじゃんみたいな感じ。普通に今日の分やって帰ってね。そうそうそう、はいはいはい、で3枚目は今はもうそのスタジオないんですけどね、六本木にソニースタジオっていうのがあって、はい、六本木ピットインの上に木層っていうのがあってね、そこで通いながら撮りましたね。もう3枚目ともなるともう慣れたもので順調なんですか？そうですね、プロデューサーはいなかったな、確かもうセルフでやってみようかみたいな感じでやってみたんですね。なるほどね、へえ。そしてはい、なんかそこまではそこまではっていうか、まあ、ずっと順調ではあるんですが、特になんか大きなトラブルも問題も衝突もなく、そうですね、うん、確かあれじゃない、そのペースとしてはトレイントレイン終わって一段落みたいな感じなかった？あ、かもしれない。その後バストウエストヒップになるのかな。そう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 、青いジャケットの、そう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 、そうですね、確かね、なんかやっぱり年間100本とか130本とかツアーやりながらでレコーディングもやってたから、もうすっからかんに、カラッカラのすっからかんに、はいはい、お疲れとともになった感じがしましたね。僕があのブルーハーツを聴いたのは結構だから遅かったんですよね。先ほどのハイスクール落書きが、うん、からだからもうだからトレイントレインが出てるってことですよね。つまりそれが主題歌なんで、うん、だからそこまでは それを聴いてからもう翌日にはもう全部のアルバムをもう買いに行くような、そうなの、もうあこれがブルーハーツなんだってもうすぐにもうハマるの、すごいね。でそこからまああのブルーハーツを聴くとあの今でいうあのこれを買った人はこんなものも買ってますよみたいなさ、アマゾンとかであったりするような、でそれで他のパンクバンド、つまりあの、ジュン・スカイ・ウォーカーズだったりとかね、はい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 、ラフィン・ノーズとか、はいはいはい、いろんなそういったポゴとか周りのものも聞き出すようになるんですけれども、うん、あバンドってこういうもんなんだってなるんですけれども、うん、でまあブルーハーツはもう特別な存在で全部聞いていたんですが、うん、でだからトレイントレインまでは後追いなんだけど、次のバスト・ウェスト・ヒップからやっとこう一緒に歩んでいけるわけですよ、ブルーハーツ。なるほどね。次の発売日やってて、はい、そこからやっといけるわけですよ。はいはい。あれだよね。え、
ファーストシングルは情熱のバラでしたっけ、バストウエストヒップのリード曲ですか。あれ情熱のバラか、まあリード曲はそうですよね。情熱バラがもうだってあれですもんね、ハイスクール落書き2そうそうそうですよね。そうですよね、ゆきちゃんにお世話になってますっていう、ですよね。そうそうそう、で確かね、そのトレントレン終わった後かな、お休みを利用してカリブ海のトリニダード・トバゴに旅行したりして、 その頃にソウルカルプス、ソカとかスチールドラムですね、スチールパンとかにハマりまくって買ってきて、で確かその情熱のバラのシングルバージョンでスチールパンを入れたバージョンを作ったりとか。あ、シングルバージョンだけなのか。うん、確かそうだと思う。うん、情熱のバラカップリングなんだろう。シンデレラ違うか、覚えてないな私は。あ、もでも全部持ってるから持ってるな。へえ、うん、そうですか。そうですね、うん、でその頃に、先週母ちゃんとの話でも出ました、はいはい、NHK の番組で情熱のバラを路上で、やるという番組があり、ここ新宿2丁目で、はい、やった屋台で、あの名物おじさんみたいな方がいて、はい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 、はい、そこでやったわけですね。やった、はい、スチールドラムがそこで登場しておりました。そうですわ、はい、渋谷陽一さんの番組で。ああ、やっぱそうなのか。ああ、やりましたね、はい、それがね、その現場がここからすぐ近くの、あ、本当ですか、はい、徒歩1分ぐらいのところなんですよ。へえ、あのおじさんはどうしてるんでしょうね。ねえ、本当ですね、もう亡くなっている。うん、分からないました。はい、なるほど、はい、ということです。じゃあちょっとお便りコーナーに一回いきますね。はい、見てますよ、ペンネームスティーブ・マックイーンさん、お見てますよ、ロックンロール、ロックンロール、はい、ペンネーム吉村さん、サルサガムテープ楽しいバンドですよね、うん、自分の子供も大好きで一緒に見てます。はい、ありがとうございます。サルサガムテープはどういう流れで作られたバンドなんですか。これはちょっと後でじゃあ聞いてみましょう。ですね、はい、ペンネーム田上慎さん、先ほど僕が言ったあの最初のファーストビデオですね、 VHS、 あのビデオめちゃくちゃかっこいいです。本当にかっこいいですよね、あれはね、シンプルで。はい、次の方、ペンネーム CMM さん、成尾さん、私ですよ、覚えていませんか、宮崎で会いましたね10年前に。はい、覚えてますよ。はい、ありがとうございます。あ、先ほどの僕の情熱のバラのカップリングに答えてくれてますね、うん、ペンネーム田上さん、鉄砲、鉄砲、鉄砲ってやつですね。鉄砲は今日も鉄砲な、あ、はいはいはい、はい、そうか、ありがとうございます。あれ誰の曲なんだろうな、マーシーっぽいな、どっちなんだろう、マーシーっぽいね。はい、あ、東京モズボックスさんも鉄砲答えてくれてます、ありがとうございます。本当にすいません、私の記憶力がなく。小林さん、スチールパン大好きです。はい、はい、いい音がしますよね。はい、ペンネーム、はい、真央さん、情熱のバラのカップリングは鉄砲のようです。みんな鉄砲のようです。そこに、本当にそこにみんな、私が本当に。じゃあみんな教えてくれ、シンデレラ、川ちゃんの僕が大好きなシンデレラは何のカップリングだったんだ、あれは。はい、ということです。はい、東京モズボックスさん、今年中にカジ君に会いに行きたい。はい、次の東京近郊のライブは予定ありますか。これもじゃあ後で教えてもらいましょう。はい、質問コーナー、質問来ました。お、カジ君に質問です、田上さん、はい、ブルーハーツの楽曲制作で苦労した曲はありますか。うん、楽曲制作の、はい、まあ、レコーディングなどですかね。そうですね、まあ、一通りまあ、曲作りの過程を紹介しますと、はい、あ、これいい話ですね。まあ新曲、まあ、主にまあヒロとかマーシーがね作ってくるって感じで、で新曲発表みたいな感じで、それぞれの作ってきた人がギター持って自分で一人でまあ歌うわけですね。うん、で多分そのソングライター的には
その瞬間ほど恥ずかしい瞬間ってないんですよ。まあ、照れくさいってことですけどね、はいはいはい、一人で誰も聴いたことない曲を、そう自分のなんかこう一番奥をさらけ出すみたいな感じで、ね、それはまあ基本的にはヒロトさんとマーシーさん どちらかが、ね、まあもちろん母ちゃんの曲の時は母ちゃんですけど、まあそうやってね、それみんなふーんちょっと聞いてるわけですね。そうそのもう恥ずかしいのは分かってるから、こう本当はこうにやけそうになるのをこらえながらうんみたいな感じで聞いてて、はい、でまあなんかこう作業を効率よくしようとすれば、それをデモテープ作ってこんな曲できたよっつって、なんかちょっと打ち込みで作ってみんなにこう回しとけば、で次まで考えといてねみたいな感じでできるんだけど、はい、それはブルーハーツはやらなかった。新曲発表会があって、もうそれずっと基本的にはそうスタジオでやって、でなんかこう本当はこう嫌みってこうしそうなところをこらえながら、でまあ大体もうなんかみんなそのルーツミュージックが同じだから、はい、まあこの曲はこうしようかみたいな、まあ、すぐ出てきてちょっと合わせようかっつって、あんまり方向が違ったら作曲者がこうしてほしいみたいな要望は出るんですけど、まあ、ほとんどそうやってこうなんか一人の一人イメージに固めるよりも、それぞれのメンバーにこう信頼して任した方が面白いアイディアがどんどん出てくるから、はいはい、うん、そういう感じで、まあ、よっぽど違ったらちょっとこうしてほしいみたいなあのリクエストが来るけど、そうじゃなければほとんどなんか本人たちに任せて、でそれぞれなんかこうアイディアが出てきて、はい、こうじゃあここでコーラス入れたらいいんじゃないとか、ここでちょっと落としたらいいんじゃないとか、いろんなアイディアが出てきて、この決めはなんかこういう風にしたらいいんじゃないとか、はい、でちょっとずつ出来上がっていくっていう感じですね。なんか覚えてるのあります、うん、あの初めて聞いた、うん、あの時がそうですね、はい、これちょっと間違ってたらね、はいはい、僕の記憶の中ではそうなんだけど、はいはい、間違ってたらごめんなさいね、はい、トレイントレイン、トレイントレインは分かりやすい、トレイントレインってあの最初さ、ジャン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 ってギターのこうあるじゃないですか、はいはいはい、あそこから始まってたんですよ、うんうん、だけどこれだと終わらない歌とかと似てるよなっつって、ダダッダダッダダッダダダッて、まあまあパンクの定番っていうかブルーハーツのあるあるっていう感じで、はい、似てるよねとかいう感じになって、ちょっといろいろ考えてるうちに、確か川ちゃんだと思うんだけど、川ちゃんが最初にその栄光に向かって走るっていう、あれピア最初はピアノじゃなかったけど、はいはい、なんかこうアコギかなんか、まあ、ギターのアルペジオでもいいんだけどね、それを最初にちょっと持ってきて、で本当の声を聞かせてくれ、タンタンタンタカ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 タン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 って言ったらいいんじゃないって言ったような気がする。ああじゃあここ、うん、あれは何メロになるんだろうな、あの栄光に向かって走る、まあ、A メロですよね、A メロか、うん、じゃあ A メロが来て最初そのそうそう、あのまあアカペラではないですけども静かなところから、うん、くっつけて前にくっつけたらいいんじゃないとかいうアイディアを、まあ、みんなで出し合うんですよね、うん、でちょっとやってみようかとか言ってやってみてっていう中で、まあだからそのバンドサウンドとかさ、まあ、バンドマジックって言われるものはやっぱりなんかみんなでさ自由に作った方がめんどくさいんですけどね、はい、時間もかかるしめんどくさいし、一人がもう作曲者がデモテープを作って、うん、あこれやっといてみたいな感じで次合わせるからねってやっといた方が絶対時間も短くなるし効率もいいし、うん、っていうのあるんだけど、はい、人間同士がこうなんか顔つき合わせて、うん、ああでもないこうでもないっていうところにいいですよね、ブルーハーツはちょっとこだわってたかなっていう、はいはい、まあね、バンドならではのね、うん、すごいこれはいい話、うん、そうやって名曲トレイントレインは生まれた、うん、多分確かそうだったようなっていう、まあそんな感じですよ、うん、はい、どの曲にしても、そうか、はい、ちなみにトレイントレインの、うん、僕まああの映像の仕事なので大体のいろんなミュージックビデオとか見たり気になる、はいはい、トレイントレインの PV あれはどこですか？あれハワイですね。あそうか、ハワイで撮ってて、あのなんかサトウキビを運ぶシュガーケイントレイン、シュガーケイントレインだ、ね、あれはもう実際に動いてるやつなんだその時代、けどねもうあれは観光用だって言ってたかな、
実際走ってましたもんね、うん、そうそうそう、観光用に走ってるやつをなんか撮影用に借りたみたいなお話を聞いたかな、うん、で、お芝居をされるじゃないですかああいうものが今を見ると当時はどう思ったのか分かんないんだけど、ああいうものはやらされてるわけではなく結構皆さん好きなんですね、お芝居、ああいう演技したりするのが。そうね、結構後々見るとそういうふざけたものとか、あの夕暮れかなんかもみんなコスプレしてね、はいはいはい、なんかやったりとか女装したりとかしてるから、はい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 、意外に嫌いじゃないんですか、ああいうお芝居。嫌いじゃないというか、まあやるとなったらなんか一生懸命やるって感じですよね。例えばローリングストーンズがそのサムガールズで女装して、はい、ね、PV 撮ったりとかあるじゃないですか、うんうんうん、はいはい、やっぱりなんかこうロックスターといえどもそういうなんかことはねやって、これ楽しみながらやった方が絶対いいじゃないですか、うん、あれは、あの PV は、うん、あれですか、レコード会社から来たアイディアなんですか。そうね、なんかビデオ撮る人、はい、監督がいて、はいはい、こういうアイディアでっていうのはまあ一応でみんなでこう脱走して走っていこうっていう風にしようと思うんだけどどうかいっていうので、そう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 、こんな感じになってますっつって、うん、で皆さんは、まあ、もうじゃあそれやりましょうっつって、そんな演技なんてはちょっと違うなとかっていうことじゃなかったんですねまあ基本的にはライブシーンをねなんかこうガーッとやるのが一番かっこいいと思ってたけど、もうずっとそれで確かねいっぱい撮ってるはずだから、まあ、でも、いやでもすごいあの僕は好きな PV ですけどね。ありがとうございます。子供がなんかご飯かなんか運んできてそうそうそう、川ちゃんがお鍵があるぞっていう。ねえ面白いよね。じゃあれか、じゃあラブレターもハワイで撮ってるんですよね。よくご存知で。だから一緒なんですね。そうそう。トレイントレインはちょっと何日かかけて作って、はい、でそれが終わってで午後からラブレターの撮影ですね。1日に2本撮り？だからその最終日かなんかちょっと覚えてないんですけど、トレイントレインはやっぱりなんかこういろんなとこ行ったから何日かかけて作って、でその終わった、午前中に終わって、でちょっと休んで午後からちょっとラブレターを海岸に行ってなんかこう踊りながら撮るよみたいな。あっちはまあパッとできたんですね、きっとね、まあまあ、先ほど末置きでね、ふざけてますよね本当に。いや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 、そう、まあ PV の話僕すごい聞きたいのそういえばあったんですけど、あ、そうか、そのまあちょっと戻りますが、はいはい、キスしてほしい、キスしてほしいは2枚目ですよね、はいはい、ヤング&プリティだよな、アニメーションですね、はいはいはい、はい、あれはどのような、だからそのまあメジャーでやるっていうことの意味をまあ皆さんこう悩んでたんですよ。悩んでたっていうか、もちろんその自分たちの音楽っていうのはね、変えわざわざ変えるってことではないんですけど、うん、はい、メジャーでやるっていうことはやっぱり売れた方がいいんじゃないのっていうことも突きつけられるわけですよね。まあまあ、はいはいはい、うん、俺たちは売れなくてもいいっていうのはなんかやっぱりね、うん、ちょっと強がりじゃないですか。はい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 、じゃあ日本世界で一番売れてるバンドはビートルズなんですけどって言われちゃったらそうですよね、ビートルズ大好きですよね、はい、みたいな感じで、まあまあそんなことがあって、じゃあちょっとアニメとかも使って、はいはい、まあ、事務所からのアイデアですけどね、うんうん、やってちょっと広げてみるみたいなのもいいんじゃないかなっていう流れ、うん、はいはい、そういう文脈だったと確か記憶しております。なるほどね、はい、うん、面白い、うん、お便り来ております。吉村さん、ビッグヒップのライブよく見させてもらいました。目黒のバーズでよく飲みました。 あのパワフルでめちゃくちゃなライブは今でも忘れられませんということですね。はい、ありがとうございます、はい、私のさっきの質問、僕の大好きなシンデレラは首吊り台からのカップリングですね。首吊り台から歌って、 ありがとうございます、はい、いろいろ皆さん教えてくださる。先ほどの、曲作りの、はい、お話ですが、新曲発表会って響きも素敵だし、恥ずかしいのも込み上げる、笑いをこらえるのも可愛らしくて優しい世界ですねというペンネームはるみさん、はい、ありがとうございます。ザブザブさん、昔 NHK の山本慎也監督の番組で似たようなお話をされてましたね。あ、だそうです。慎さんは
トレイントレインのイントロの話は貴重、聞けて嬉しいです、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、バンドマジックラブレターもハワイなんですね。ラブレター大好きです。はい、はい、はい、ありがとうございます。お、旅人の PV の話も聞きたいです。あのアイデアはメンバーから出たものですか？旅人よ、あれはおっぱいが出てくるやつでしたっけ？なんかね、モデルさんがね、そうですよね、はい、みんな並んで、あのカジ君がオチになってるようなやつですよね。うーん、股を開いた女性の前で、はいはい、ずっといて、カジ君だけが逆の方向いてるっていう、はい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 、だったような気がしますね。そうですよね、あのいろんな映像がコラージュされて出てくる、結構社会的なものです。ね、あれ、はい、多分その話ですよね。覚えてます、旅人の、その裸の女性の方とやなんかこう撮ったのを覚えてますね。めちゃくちゃですよね、 あの時代そういうことしていいんだ。普通におっぱい出てましたからね。そうか、全然出してましたよ、ね、そうだよ、ね、なんなら下半身 もう露出してるぐらいの勢いでしたよ、あの PV は。はあ、確かけどそれもなんか、はい、ビデオの監督とかのアイデアの中で決してこっちからじゃなかったような気がするけどな。うん、あれは結構あれ、旅人ってプルトニウムの風にか、うん、浮かれていう方だからやっぱちょっと社会的なものだったのか、うん、まあ PKO とかね、いろいろあったからね。そうですね、あれはハイキックか、ハイキックス、そうですね、多分バストウエストヒップの後か、ハイキックかスティックアウトか、あ、スティックアウトか、そうかもしれないな。確かに、確かに定かではないが、確かにそうだな、はい、じゃああれも、こういった感じ、まあ基本的にじゃあ監督の持ってくるアイデアを受け入れるというパターンが多い。そうね、確か何パターンかはあったような気がするんですけれども、むしろ逆にメンバーからこういう PV やりたいんだって出したものもあるんですか？いや、なんかメンバーからはやっぱりライブ撮りたいっていう、はいはいはい、それが一番かっこいいんじゃないのっていうのしかなんか出なかったような気がするけど、もしかしたらひょっと他の人がなんか出したかもしれないですけどね。はい、お、旅人はスティックアウトです。本当にもうすごいいっぱいスティックアウトです。旅人はスティックアウト、スティックアウトもどんどんみんなもう教えてくれる。申し訳ありませんでした。ありがとうございます。しかも僕知らなかった、新しい情報が来ました。旅人の PV は2バージョンありましたって。はあ、あのちょっと刺激的な方しか覚えてないな。そうですね、どんなやつなんだろう。やっぱりこう放送禁止になっちゃう感じだったのかな。ラブレターの PV でマーシーが海に石を投げて、うん、カジ君がキャッとなる。あ、そうだったか、覚えてます。はい、なんかね、あの時はね、もうなんかこうブラブラしながら映像をずっと押さえてて、あの海岸でね、ちょっとこう歌に合わせてやってるのはちゃんと撮ったんですけど、はいはい、オフショットみたいなのもいっぱい回してて、それのなんかちょっと楽しそうなところをなんかこうつまんで編集して、なんかハワイの楽しい夕暮れ、ね、一日みたいな感じですね。はい、なるほどね。そうそう、もうこういう話をしてると尽きないんだけども。尽きないね。あ、ちょっと僕あと聞きたかったのは、はい、さっきちょっと見ましたけども、うん、あれ、あの子にタッチだっけ。あ、はいはいはい、ハイキックですね、はいはいはい、一番このふざけてる感じの、はいはいはい、はい、あれはどこなんあれか、あれこそニューヨークとか海外。そうだね、あれ ねニューヨークなんですよ。ニューヨークですね、確かに、ね、ニューヨークなんか行って海外ツアーやってた時ですか。そうそうそう、はい、それの時間を見つけてどっかのビルのね、ホテルかビルの屋上で撮ったんですよ、うん、でなんかこ うやったんだけど、なんかどう見てもニューヨークに見えないっつってみんなに言われて。そうですね、あれはどこでもいいじゃねえかみたいなね。結局ね、あのレンガの前でかなんかね、そうそうそう、壁塀の前でね。そうなのよ、だけどね、なんかニューヨークでちゃんと撮ってであれこそね、振り付けね、みんなで考えたのよ、あのアホみたいな振り付けそう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 、こういう、そう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 、あ、アホなのばすぐだけ出てくんで、メイキングがね、あのビデオに収められてますね、成功しようみたいな、うん、はい、
そうそう、ニューヨーク行ってましたね、あの時ね。へ、うん、面白い。ね、まあということで、はい、あと僕ちょっと個人的にあと聞きたい、あの無難な話なんで大丈夫なんですが、はい、あのこれはあのきっと誰か教えてくれると思うんですが、期待外れの人、ほう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 、とかそのあたりから、このバンド的に、まあ、それより以前なのかな、こうなんだろうな、チェルノブイリだとか、先ほど PKO 法案だったりとか、そういった社会派であるということがもうなんかイコールブルーハーツ、ブルーハーツイコール社会派であるみたいなことが結構こうなんだろう、なんだろうな、定着されていくというかね、なんかそういうイメージが自分たちにとって嫌だなとか、そういうことっていうのはあったんですかね。僕的にはその期待外れの人っていうのがあんたたちの、ね、思うようなバンドにはならないよっていうようなねことだと思ったんですが、そうですね、あえてそうじゃない方向に逆に行こうとしたっていうのはあるんですかね。まあなんかその何をもって社会的かっていうことって、もう生きている以上も全てが社会的っていう解釈もできるし、はい、でなんていうのかな、こう競争的な感じに祭り上げられるみたいな、はいはいはい、うん、そうですね、うん、それはなんか違うなっていうのはすごかったんですよ、はいはい、私みたいな人ですね、まさにまさに私の神みたいな、はい、いえいえ、まあなんかね、その自分にとってのね、そういうもうジョン・レノンとか、はい、ジョー・ストラマーとかそういう方がいるのは分かるんですけど、いやいや俺たちはそんなんじゃないよみたいな、ただのロック好きだよみたいなっていう姿勢が常にあって、でまあなんか自分たちで考えて自分たちがいいと思うことをやっていけばいいんじゃないのっていう、ただそれだけをちゃんと示したかったっていうことですよね。まあそれが時には社会派と取られるかもしれないし、期待外れの人っていうアンサーソングみたいなになるかもしれないし、だけどまあやっぱり何が一番って言ったらロックンロールがかっこいいっていうのが一番でやってるっていうことだから、そこしかないですよね。でまあファンだったりメディアだったりからこう先ほども言ったように、まあそういったまあ競争であるとかね、そういう風に捉えられてるというのはやっぱり当然すごく感じてたわけですよね、ご本人たちも。まあまあそうなりがちだなっていう、はい、そうですね、うん、僕もあの自分の宗教は精神科医だってずっと言ってますからね本当にもう14歳の時からにもう入信して、もだからもうちょっとこういう人はきっとね一番ダメだと思うんだけど、もうそうなりすぎて、いつだろう、だから14歳で私はその精神科医に入会して、ずっとその4人の神様がいる状態で、30代ぐらいからかな、もう聞けなくなりましたからね、もう触れてはいけないものみたいな、だから正座しないと聞けない、もう例えば有線とかでトレイントレインとかかかってると、もう耳塞ぐすぐ出てくし、マジ？もうカラオケとかで やってる、おいおいいい加減にしてくれ歌うなよとか、そういうんじゃねえからみたいに、そうなの、もうすごい崇めるような本当にもう時期がずっと、まあ、結構それがずっと続いてたんですよ。もう鼻歌とかでも歌ってくれるなお前みたいな、すごいね、それもう本当に神なところがあったんだけど、これそれがやっとその呪縛から、ここ数年かな、いやここ数年2、3年ぐらいから、この1、2年ぐらいから、もしかして2、3年でやっと友達とかがカラオケで歌っててもふーんみたいに流せるというか受け入れられる、有線で流れてもああいいよねってね、そうなの、なるようになってきたぐらい、ちょっとね危ないんですよ、だからもう恐れ多いですよ、いやいやいや、もうそうなんですよ、だからそういう痛いというのか分かんないけど、そういう人があの当時にはもう腐るほどいたんでしょうね、もう本当に日本全国そういう少年少女が、なるほどね、もう本当にすごい罪作りな人ですよ、本当にもう、いや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 、すごい、もういやなんかね、そうだからあの先週の川ちゃんのライブでも僕お話したんですが、ビッグヒップのライブを、ラママに見に行かせていただいて、はい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 、その時に、川ちゃんと一緒に見てたんですね、うん、でマーシーもその日来ていた、はいはいはい、で
先週と全く同じ話になりますがライブが終わった後に川ちゃんが一緒にじゃあ楽屋に行こうっつって行って、まあ、まあもう梶君とはもう知ってたんでそれより前から、うん、いやどうも梶君お久しぶりですっていうライブ見せていただきましたっつって川ちゃんと行って、はい、そこにまあもうすでにそのラママの楽屋には梶君と川ちゃんがいるわけですよ。もう私のもう神様のもう半分はいるわけですよ。そしてさらに白井さんもいるわけですよ、そこにマーシーが入ってくるわけですよ。そこのね狭い楽屋にマーシーと川ちゃんと梶君と白井さんとそして私というとんでもない状況です密室に、そして川ちゃんが何て言ったかというとマーシーにマーシー何を知ってるって、いや知るわけねえよな今俺今この神様と初めて会ったしと思って何を母ちゃん言ってるんだと思って、でマーシーが「うん知らない」って言って「いやそりゃそうですよ」っつってもう私はもうあの瞬間もうそのままもうひっくり返ってもおかしくないような状況でおりましたね。本当にね、まあそんなこともありました。どのくらい前なのか10年ぐらい前なんですかね。ですね、そんなこともありました。はい、ありがとうございます。でそれより以前に梶君とはひょんなご縁でね、はい、出会いがあって今こうしているんですけれども、はい、それは何かと言いますと、ブルーアーツ解散以降ザ・スリーピース、先ほどね、はい、スリーピースの話も聞きたいという話もありましたが、ザ・スリーピースというバンドを、あれはメスカリンドライブの長野香織さん、はい、さん、はい、そして、原さんはキングビーズか、キングビーズですね、はいはい、ブルーアーツ入る前に一緒にバンドやってたんですね、はい、スリーピースの、というバンドを結成していた、で僕はその時に、自分で新宿ロフトでイベントをやってたんですね。ほう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 。でそこにビッグヒップ、あビッグヒップじゃない、あのスリーピースを呼ぼうと思ったんですよ。ほう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 。スリーピースに出てもらいたいなと思って、ほうほう、ダメ元でピンクムーンに連絡をしたんです。ほうほうほう。ロフトの事務所ね。そうなんですよ、はいはい、こういうもんなんですけども、ザ・スリーピースに僕のロフトのイベントに出てもらえませんかと言ったら、ほうほうほう、当時のマネージャーの上杉さん、はいはいはい、分かりましたということで、まあ、ちょっと大人の交渉があったりなかったりしつつ、うん、3ピースに出てもらえることになったんですよ。へえ。そうしたら、うん、上杉さんが、うん、PV はすごい必要、すぐに必要なんだと、うんうんうん、であれはどこですか、あれアルゼンチンどっかで撮ってきた映像があった、すっごい、はいはい、いっぱいのオーディエンスの前で演奏してる、はいはい、アルゼンチン、はい、アルゼンチンで撮ってきた映像があって、はいはい、それと、こっちでライブがあるんで今度ライブシーンをミックスさせた PV を作りたいんだけど、成尾君は映像の人だからちょっとお願いしようと思うんだっていうオファーをいただいたんですよ。ああなるほどなるほど。で僕はその時監督になって1年目ぐらいで、1年経つか経たないかなんですよ。で PV なんてものは撮ったことはない、まだ全然キャリアもないんですよ監督として、でもそんなの話が来たら PV ああ全然できますよってやったこともないのに、そのオファーを受けて、で監督仲間の福島監督って覚えてますかね、他の監督仲間に PV 撮ることになったんだけどどうやって撮るんだろうねって、まあ、何台かカメラ用意してこうやってみたいな感じでやったらいいんじゃないみたいので、で、八王子のリップスですね、はい、はいはいはい、でライブシーンを撮ることになったという、もうはったりでやったんですよ。あれはそういう流れだったんですね、はい、あそかイベントありきだったのか最初に、はい、そうなんですよ。ちょっとその僕のと梶君の出会いの楽曲でもあり、僕の初監督作品、PV としてはね、ミュージックビデオ初監督作品をちょっと見てみましょう。はいはい、we'll be right back.
すごい覚えてるもんなんですね。覚えてますね。この PV の当日のことは覚えてるんですか。うん、当日のことは正直うろ覚えですね。僕は覚えてないですね。なるほど。ほとんど、いや、まあもう本当にかく必死でやったんでしょうね。なんとなく覚えてますが、もう本当一生懸命だったんだろうな、うん、そうですね、あんだけのお客さんもね入ってるし、うんうんうん、なんかみんな盛り上がってくださいとか言って何テイクかやった、はいはいはい、ような記憶はありますが、そうですね、はい、うん、でまあそこからのね、あので、3ピースのミュージックビデオは結局もしかしたら、うん、それ以降全部やらせ、多分全部やらせていただいてるんだと思います。多分そうだと思いますね、うん、はい、全部で4本ぐらいあったかな。そうですね、あの太陽族の花尾くんが走ってる、そう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 、ね、やつ、うん、かな、星のない空の下ね、うん、そして富士山ロケを観光した、はい、昨日から今日そして明日へ、はい、違う、その前の曲だな、昨日から今日そして明日へは違うな、うん、なんだろうね、もう一曲なんかファーストに入ってるやつがあったよ、富士山でやったやつがあるのか、うん、別の曲だ、そうですね、で昨日から今日そして明日へは翔吾さんに怒られた曲なんだそうなの、はい、そうなんですよ、あの青山の方の洒落たところで、うん、撮ったんですけれども、あれカジ君なんであんなつまらない顔させたダメでしょあれ、全然楽しそうじゃないよって言われて、ただ眠かったとか体調悪かったとか、いや確かに本当に私がその程度だと思うんだよね、いや私が本当に申し訳なかったです、いえいえいえ本当に、うん、もう本当にちょっと、まあ、全部ね多分あの YouTube で見られるんじゃないかな、よく、うん、多分見られるはずです、うん、はい、チェックしてみてください。なんかね、その小宮山翔吾さんっていう人が、はい、アルゼンチンのねバンドの、アルゼンチンにももともと住んでる人で、アルゼンチンのバンドのトドストスムエルトスっていうバンドのマネージャーみたいな、ブッキングみたいな感じでフジロックに来てたんですよね、はい、うん、で3ピースがトドスの前に出てて、でトドスのメンバーが3ピースを見てくれてたと、でその後、メンバーがトドスのメンバーがうちらの動き気に入ったっつって、ちょっとなんか話しませんかみたいな、はい、で通訳は翔吾さんがしてくれながら、でそのなんかうちに今度アルゼンチンでツアーしないとかって電話かかってきて、そのマネージャーの上杉君に、はいはいはい、すごいで、アルゼンチンツアー、メキシコツアーとか、そういう英語圏じゃないスペイン語圏のところを回らせてもらって、これがやっぱまた面白かったですね。でしょうね、うん、本当に。やっぱちょっと日本と違うところは、その軍があるんですよ。軍隊があるところって警備に軍が来たりするのね、ライブ会場になんかね、周りにいたりとか、はいはい、でなんかこう秘密警察みたいな私服の人が混じってたりして、怖いですね。なんかね、すごいピリピリした感じじゃないの。それはあのブルーハーツでアメリカ行った時とは全然違う感じなんですね。またちょっと違いますね、はいはい、うん、でね、そのやっぱね、アルゼンチンとかのことを話すと、あのフォークランド戦争っていうのはねあって、でフォークランド戦争の時にアルゼンチンは軍事政権だったんだけど、それを民衆がね倒したのよ。で自分たちで民主主義を勝ち取ったみたいなね、はい、ところがものすごくなんかあって、だから自分たちがなんかこう立ち上がればもうね世の中変わるんだっていう意識がみんなあるから、うん、もうロックとかもねそういう感じでね、みんな聞いてんだよね。レボリューション・デラメンタですね、もうみんな本気なのよね。なるほど、うん、ロックでこうやって手を挙げてる子がそのままもう世の中変えてやるぜみたいな、この熱なのよね、はい、そういうのを直に感じてきて、ね、ああこれはおもろいと思って、素晴らしいと思って、うん、まあいろんな世界のね国の状況ってあるから、うんうんうん、もうそれをそのままね日本に当てはめるとか、はい、そういうことではないんだけど、なんか思い込みって大きいんだなっていう、なんかロックが何もできないぜみたいなことでもなく、うん、はい、うん、やっぱりなんかこうちゃんとしっかり自分で考えて行動を起こせばいいんだなっていう、ロックの基本じゃないみたいなのもなんかね、そこでもう一回なんかね、うん、なんか本当に体験したって感じですね。日本に戻ってからもね、それのが生きていて、そういう活動ね、してましたよね、この、うん、あのラディカル
あ、ラジカルミュージックネットワークね、はい、翔吾さんたちと一緒にやったり ね、 そうね、はい、賛同してくれたブラフマンとかね、いろんなバンドもやったりしてますけどね、うん、だからバスクっていうね、はい、とこのミュージシャン、うん、フェルミム・グルーザーとか、あとイタリアのバンダ・バソッティとか、はい、いろんな人を海外とつながって、そうですね、うん、なんか活動させてもらったですね。何年ぐらいやったんでしょうね。今活動休止という状態ですよね、スリーピースはね、はい、うん、だけど長野香織さんはね、うちの実家の大阪の方の、あ、そうか、すぐ近くに住んでたりしてね面白いですね、縁は切れないですね、なかなか。やろうと思えばね、できるんじゃないですか僕ではこの時ね、あの20周年の時スリーピースにオファーしようかなと思ってたんですよ、本当に。おお、本当にその3人が揃うんだったらやってもらいたい。なるほど、ね、どっかのタイミングでちょっとお願いしよう。あ、ね、25周年とかで、ね、はい、今3ピースが必要な時代ですよ。 ありがとうございます、はい、そして、それが、うん、まあ、なんであの活動休止に至ったかはまあ聞かないでおきますが、はいはいはい、そこはスルーしちゃって大丈夫なんです。スルーしましょう、スルーしましょう、大丈夫なんですね、はい、わかりました、はい、で、まあ、僕も大好きだったね、3ピースといえば、はい、僕の映画の主題歌のね、ああそうか、はい、東京タワー、ああそうかそうか、はい、東京タワーというか僕の劇場公開デビュー作なんですよ。だからすごいな、3ピースは僕のミュージックビデオ監督デビュー作でもあり、劇場公開デビュー作の東京タワーの主題歌、エンディングの曲、これ星のない、昨日から今日そして明日へ、あ、そっちの方か、いやいやいや、じゃないじゃないなんだっけな、なんでそんな自分のことを、はい、なんだっけな、なんだっけな、東京タワーのさラストシーンは、こう東京タワーずっと上がってくるんだけど、まあそれはちょっと後で、はい、まあいいや、はい、そうそう、そういったこともあってね、いろいろとお世話になりました。そんな僕にとっても大事なバンド、ザ・スリーピースで、それが終わり、はい、ブルーハーツ、スリーピースと来て、うん、そして先ほど質問が大前にありましたが、はい、サルサガムテープの結成のいきさつ、うん、はい、どういった流れで作られたバンドなんですかと吉村さんが質問をしております、はい、自分の子供も大好きですと、はい、ありがとうございます、はい、サルサガムテープはね、はい、実はね今日もね昼間会ってきてたんですけど、あのリーダーが柏哲という方が、はい、柏哲さんが、はい、歌のお兄さんで、はい、君の君の名前とか、すずめがサンバとか、お母さんと一緒か、はい、お母さんと一緒のなんかこう数々の名曲を残してる歌のお兄さんで、でそれでなんかこういろんなところにね、なんかこう歌の活動とかしてるうちに、あの障害持った方たちの施設、はい、事業所でやった時に、もうものすごくなんか盛り上がると、でこのままみんなで一緒にバンドをやっちゃおうって言っちゃったらしいんですよ。でそこからサルサガムテープ、まあそれからちょっと何年もかかるわけだと思うんですけれども、はい、それが最初の結成の成り行きですね。だから柏さんが歌とギターでリードしながら、はい、で打楽器をドーンツドーンツドーンっていう、まあブラジルのサンバの楽器のスルドっていうのを中心にして、打楽器を何人か集めてっていうのが最初の結成のきっかけですね、はい、うん、でそれでその時は、うん、私はまだいないんですよ、いないですね、うん、で私が入るのはそれから6年後なんですけれども、結構経ってますね。そうなんですよ。でそのサルサガムテープに今野清志郎さんが、はいはい、ゲストで入るっていう、でライブサルサガムテープの九段会館っていうでっかい会館でのコンサートの時に清志郎さんをゲストで呼ぶっていう話になった時があって、うーん、すごい、はい、でそれのまあプロモーションも兼ねてじゃないですけれども、清志郎さんが NHK の昼間の生番組にゲストで出てて、でそれを見てたんですよ。あ、清志郎出てるなーって言って、ブルーハーツの頃は RC とねすごく仲良くさせていただいてたので、あ、清志郎さん出てるなーと思ってたら、はい、じゃあスタジオ生ライブお願いしますって、今日はサルサガムテープとやりますみたいな感じで、なんだろうこのバンドっていう、で見てたらなんかもうドーンスドーンスドーンって始まって、
でなんかそれがドーンと来ちゃったんですよ。ドーンと来てバーンとなっちゃったっていう、まあ、いつもパンクの聞いた時の衝撃だったね。そう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 、はい、問題ですね、はい、もういつもそれしか言えないんですけどそうなっちゃったって。で、まあ、それ生番組だから、はい、終わってちょっとしてから清志郎さんの事務所に電話して、すごい、うん、で今のバンド何ですかっつって清志郎さんにお疲れ様も言わずに清志郎さんに直接、ああ直接っていうか、まあ、スタッフの人が出るんですけれどもね、はいはい、何ですかっつって、で今度コンサート一緒に行っていいですかとか言って、へ、まあ、出演はしなかったんですけどね、練習見させてもらったりとか、コンサートにその九段会館へ行かせてもらったのがきっかけで、押しかけボランティアで、まあ、そこから今年で20年ですね。バンドは26年目か、うん、なるほどね、え、あ、びっくりですね。すごい、あの今いい話を教えていただいたんですが、今連絡が来まして、おい、ペンネーム、はい、原博明さん原ちゃん、イエーイ、原、東京タワーの主題歌は終わらない旅の始まりすみません原さん、なんでこんな自分の大事なことをありがとうございます、はい、ね、ありがとうございます。スリーピースのボーカルですね、スリーピースのボーカルの原博明さん、はい、はい、今もういろんなコンポーザーとしてね、トリプル A とか、そうです ね, ね、いろいろやりましょう、いろんな、はい、曲を作ってます、はいはい、まだまだやりましょうね、はい、すごいな、こう面白いですね。いやいや、教えられちゃったね、はい、あとスクランブルレオさん、熊本 B9 にて3ピースのライブを見に行きました、うん、ありがとうございます、もいます、はい、そしてペンネーム若林美穂さん、おい、かっこいい、何がかっこいいんだろうな若林美穂さんは、はい、多分カジ君がかっこいいと、ありがとうございます、はい、ペンネーム、滝本キャプテン、お、成尾監督の前でブルーハーツを歌ってしまった記憶がございます、申し訳ありませんでしたこれは許せませんね、はい、ペンネームのりさん面白い、この、はい、ありがとうございます、うん、はい、モンチモンチさん、うん、面白いと言ってくださっております、ありがとうございます、はい、というようなことです、はい、じゃあ原さんありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、で、そう、サルサガムテープにそれで入ることになるわけですね、うん、そうですね、はい、はい、で、まあその後いろいろこうなんていうのかな、まあ知的障害を持ってるっていう子たちと、うん、なんか音楽を作っていくっていうことなんですけどもね、はい、なんかね、そのね、ステージで音を出した時ってやっぱもう、やっぱりメンバーとしてもうだから優劣とか上下はないんですよ、うん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 、みんなやっぱり音を出してるバンドメンバーとしてバンドサウンドを作る一員だから、まあなんていうのかな、オーラでもエネルギーでも何でもいいんですけど、はい、やっぱりそこにはなんか渦巻いてるんですよね、うん、でそのテクニックがどうのとか関係なく、はい、でなんかね、もう集中力がやっぱねすごくて、あ、みんな楽器とか初めてやる、まあなんかその練習のうちでね、はい、だんだんこう上手くなっていくっていうのはあるんですけど、まあ基本的には簡単な楽器をやる子が多くて、はい、でまあ歌が好きな子はいっぱいいるから、歌が好き、音楽が好きで来てるから、集中力がね、集中した時のですね、すごいんですよ、はい、で10分やったら飽きてどっか行っちゃうとかいうのもあってなるほどね、おーいみたいな、はいはいはい、ライブ途中だよみたいなのもあるんですけど、はい、けどさ、なんかその自由さがまたなんか楽しかったりすんのよ、うん、そういう時っていうのは強制的に戻さない方が、もう、もちろんさ、このスタッフがこう、なんとなく戻ってくるんだけど、もう叩くの疲れたとか言って、はいはい、バチでこうずっと歌ったりとか、自由ですね、もう自由、それがまた楽しいのよ、はいはいはい、ドラムソロをさ、ちょっとするシーンとかもさ、うん、ドラムソロはさしてくんないのよねもうみんな集まってきて、まあ今は最近ないけど、はい、一時期とかもうみんな集まってきて勝手にシンバルとか叩いてさ、うん、でさ、すごい、もっとなんかこう入り込む子は勝手にカウント出しちゃうんだよね、はいはい、曲始めてさ、ドラムがワン、ツー、スリー、フォー、ダーンじゃないですか、はいはい、その子が勝手にカウント出して騙されるみたいなとこもあったりしてね、へー、うん、すごい面白いですね、面白いんでね、だからね、それはね、なんていうのかな、まあ、その自由な感じがね、どん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 エンタメもさ、なんかこう時代とともにさ、もうどん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 決め込みで
もう寸分の類なく、寸分の間違いなく、もうなんかこうピッチリみたいな、すごい、それすごいね、そんな神業だねみたいな、もうあるけど、もう全然そんなの気にせずに、もう自由にやるみたいな、それがまたね、私はもうなんかグーッとくるんだよね。ドラムソロなんか一人でできるからね、いつでもそんなもんいつでも一人でやればいいんだから、そのドラムソロをやってる時にうわーって寄ってきてくれて一緒に叩く、なんかこうこの感じもう最高なんだよね、もうなんか、僕あの早稲田のスタジオで、はいはい、野球選手がいらっしゃるっていうすごい高名な野球の方がはい、あの柏哲さんのちょっとご家族の仕事の関係で、はい、巨人軍の長嶋茂雄、はい、長嶋茂雄さん、長嶋茂雄さんにですね、レコーディングに参加、参加していただいたことがあって、はい、サルサガムテープの名曲にフライドチキンっていう、はい、フライドチキン、フライドチキン1本目っていう、ただそれだけ延々繰り返すロックロールがあるんですけど、そこにちょっとコーラスで、はい、フライチキン、フライチキン、長嶋茂雄が監督にねちょっと一声いただいたんですよ、はい、その時に、はい、長嶋茂雄さんがレコーディングにいらっしゃるから、うん、これは絶対に映像に抑えてくれと私言われて、はい、梶君に、はいはい、うちのイズミックスと千葉泉さんと一緒に行きましたよ、はい、撮影に行きました。それってある？ない。どこなんですかね。それは泉さんが、だから僕はちょっとなんか忙しくてちょっとサポートで行っただけで、イズミックス行ってくれよっつって行ってもらったと思うんだけど、その映像あったらすごいですね。確かにね。すごいし。今欲しがってますね。あのね、なんかね、音は確かに絶対、はい、いやでも私のはずですけどね。あ、じゃあ俺持ってるのかな。まあまあ当然そう。ああ、やばい。当時テープの時代だからテープ渡してるんじゃないかな。あ、そういうことか。あ、じゃあうちにあるんだね。小さい DV テープっていうのがね、ミニ DV があるはずですけどもね。いやー、なんかホテルのねちょっと一室みたいなところでね、はい、そうなんですよ。そんなことがありましたね。絶対失敗が許せれないっつって、みんなむっちゃ緊張してたよねやっぱすごいんですか、この大物感が。大物感もすごいし、はい、センスが、じゃあフライチキンってこのテンポに合わせて言っていただいたらいいですとか、はい、もう曲に合わせてとかじゃなくて、はいはい、これを出すんでこれに合わせて、でこっちは私はこう聴いてるのね、はい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 、曲を、はいはい、でこうやって「フライチキン」って言ってくださいねって言ったら、はい、もうだいぶ年上のね方ですけれども、はい、もう本当にレジェンドですけれども、はい、もうすぐ飲み込んでやってくださって、あ、やっぱセンスがすごいんだなって。もう、うん、その時に「俺阪神ファンだけど」って言わなかったですか？いや、もうだからね、まあ私の中ではね、はい、王長嶋さんはやっぱりちょっと別格なんですよ。もう何ファンとか関係なく、うん、もうレジェンドとして、ね、レジェンドですね。いや、もう V9 の時代はもう本当にもう嫌いでしたけどやっぱりそうなんです。いやいや、まあまあそれはもう子供の頃なんで、はい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 、やっぱ野球っていうものは、日本の野球っていうものはなく、あの方たちがやっぱいての普及だったんだなっていうか、もうなんか偉そうなこと言ってますけど、本当にもう、いや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 、本当に大好きなんです。はい、あ、いやね、そういうようなこともね、はい、ありましたね。ミニ DV 見つかるといいですね、見つかったら公開してくださいというね、あ、はい、そういうようなコメントも入っております。はい、はい、なるほど。で、そのサルサガムテープは、うん、まだね全然元気バリバリでずっとやり続けてるわけですよね。そうね、はい、今もう何年ぐらいなんですか、その最初の結成から考えると。だ、今年でね26年目で、はい、で私が6年目に入ったから、私が入って20年目なんですよ。うん、すごい。そうね、そんなになるんだ。うん、だからそのね、もうバンバンツアー回ってとか、年間 何十本回ってとかいうバンドじゃないから、はいはい、まあ長くやってますけれども、はい、リリースもあるんですよね。そうですね、それ実はですね、去年が結成25周年だったんで、25周年のアルバムを作りました。へえ、はい、お、出てますね。はい、はい、これね、ワンダフル世界、ワンダフル世界、ワンダフル世界っていうね、はい、結成25周年 CD を作りまして、まあオリジナル曲で、はい、ワンダフル世界っていうテーマソング、このワンダフル世界はね、もうPV が YouTube でも見れるんで、ぜひ見てほしいんですけど、
ちょっとスペシャルな。スペシャルな。ちょっとスペシャルな企画がここには一つあって、ね。言ってもいいんですか。全然いいです、ね。はいはい。ここの聞きどころというか、はい、このアルバムの、はい、見どころ。スペシャルな企画としては、はい、RC サクセションでギターを弾いておりました、はい、チャボさんが、オーケーチャボ、はい、参加していただいてまして、ギターでその曲がなんと、はい、雨上がりの夜空に、雨上がりの夜空にをやっちゃってる、雨上がりの夜空をサルサガムテープがやってる中で、本人がチャボさんもギター弾いてコーラスやってくれて、だからレコーディングの風景で言えばこういう広さのスタジオで私がドラムドーンっていて、チャボさんがそこにいて、すごいですね、チャボさんがそこで弾いてて、もういい感じでもニッコニコしながら弾いてて、ね、今こういう広さってね、あのカジ君がおっしゃいましたけどもね、あのどんくらいの広さかって全然そういえば出してなかったですよね。またこの2000ミリセッション、僕とカジ君実はこんぐらい離れてるっていうのをね、多分一回も出てないよね。あ、一度出してるんだ。こんな感じですけどね。おすごい ね、なんでこんなにあの天井が曲がってるのかちょっと、ね、すごい、なんだこれは本当に、まあ、まあまあ大体、まあ、じゃあこんぐらいのところでそうやって、はい、でそういうチャボさんの入ったサルサガムテープ雨上がりの夜空にバージョンもあったりとか、はい、もうそれだけじゃなくて、もうなんかこうサルサのエネルギーがバーンと爆発するエネルギーが詰まってますんでね、すごい、まあまあぜひちょっとね聴いていただけたらいいなと思いますけどね。 RC にゆかりがあるんですね、もともとなんですね、最初は清原さんの ね、はい、もちろんなんかね、私とかはもう RC のラプソディかね、久保行動の、ね、はい、ライブアルバムも、はいはいはい、本当何万回聴いたかわからないぐらいの感じですよね。でリーダーの柏哲さんも清城さんの大ファンだしっていうんで、なんかいろいろこうやり取りして、でチャボさんにも、でもちろんあの新田光三さん、はい、ドラムの新田光三さんにはもうドラマーズで本当お世話になってます。ドラマーズって、ドラマーズで本当にお世話になってます。本当にお世話、いろんなことを教えてもらいましたから。なるほど。RC の皆さんには本当にお世話になってるね。なるほどね、うん、そうかそうか、はい、はい、まあというふうに、だからサルサガムテープもまだまだ要チェックですね。そう、今何人いるんですか。メンバーは変わったりはしてますよね、当然ね、どんどん変わってますよね。入れ替わり激しいですけど、はい、まあ、ツアーに出るときはスタッフを合わせて15人ぐらいですかね、マックスが、ね、結構な大所帯というイメージがありますからね、うん、でも関東でライブやってみんなで行けるときはもうひょっとしたら30人ぐらいになるときもあるし、はい、みたいな感じですね、はいはい、そしてサルサガムテープの、活動のみならず、はい、カジ君はソロといいますか、はい、でもいろんなことをされておりますよね。そうですね、はい、いろんなことあって、もう一つだから柱になってるのが、はい、その和太鼓の人と一緒にやるっていう、うん、はい、で、まあ、場所がですね、神社だったりですね、仏閣だったり、神様仏様に対するようなこう自分のエネルギーをですね、こうフォーカスするみたいな、はい、そういう活動もやってます。和太鼓の方とカジ君がドラム、うん、普通ドラムマーとしてセッションをするんですね。そうですね。なるほど。はい。それちょっと見ますか。いや、見てみたいですね。ありがとうございます。はい、あ、見たい見たい。来るのかな。お。
すごいねえ、面白いですね、はい、あんな固定してるかと思ったら和太鼓の方も何だろう持ってるというか、そうそう、担ぎ太鼓ってですね、はい、ああいうのがあるんですね、はい、あれはね比叡山の延暦寺、はい、すごいところでやってますね、伝教大師最澄様の根本中堂というところでね、はい、3、4年前ですかねやらせていただいて、はい、すごい、一緒にやってるのは大阪の、はい、連風っていう太鼓チームの、友岡くんっていう若い方っぽいですけど、ね、そうね、30半ばぐらいですね、はい、うん、でその時はその2人でやらせていただいて、なんかのイベントの時にやるんですか、ああいうものは、うん、これはね、そういうちょっとイベントだったんですけども、お客さんがこっち側にはいる、そうですね、はい、いますね、うん、すごい、まあ、なんかこう神仏に対してこう、はいはい、音楽をドーンと音楽のエネルギーを届けるみたいな感じですね、はい、それをいろんなお寺神社で、そう、全国、まあ、ああいうところだからご縁がないとやっぱりできないし、はい、ご縁のあるところなんかプロモーションしていくもんでもないから、はいはい、ご縁があるところに行ってやらせていただくっていう感じで、でそういうところになんかね行って、なるほどね、うん、やって楽しみになってますね、もう一本ぐらい映像見られるんですかね、お、いきますかな、はい、もう一本、かっこいいなあ。あれ なんかお祭りとかそういうのではないんですね。はい、ね、お祭りの時にやらせてもらう時も多いです。はい。なんかすごい今盛り上がってましたね。うん、今のはね、東京大田区の雪ヶ谷八幡神社っていうところでやらせていただいて、ちょうどなんか和太鼓とかいろんな、はい、お祭りの中の一つのコーナーをいただいてって感じかな。で一緒にやってたのは太鼓芸能集団鼓動っていう佐渡島を拠点にしてる、はい、和太鼓のチームがあってワールドワイドに活躍してる、でそこを最近卒業した坂本正幸くんっていう人と一緒にやった時の映像ですね、かっこいいですね、ドラムの音もこの和太鼓の音も、うん、音量的には同じなんですか、どっちかが負けてしまうようなことはないのか、これがね、はい、和太鼓がまあでかい、あ、大きいんだ、なんかもうでかいよ、かなわないよ、そんな大きい音出るんだ、うんうん、まあ担ぎ太鼓だと、はい、やっぱり高い音で分かりやすいんですけど、大太鼓とか鳴らされた日にはね、そんなにもうなんかドラムいくら頑張ってもね、はい、かなわないっていう感じで、バストラいくら踏んでもマイクがあるわけじゃないんですもんね、そうそう、基本的にね、ああいう時は生でやります、すごいですね、うん、もうなんかでかいから、もうこっちも細かいテクニックじゃなくて、ダダ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 ダっていう、もうそういう一発一発の音がいかにクリアに、もうでかい音でバーンって聞こえるかみたいな感じになっちゃいますね、うん、コメントも、お寺がもはやライブハウスですね、はい、ねえ、実際でもこれもこういう映像じゃなくて実際生で見たいですね、都内でもやったり今みたいにすることもあるんですね、ありますね、はい、やっぱ京都奈良が多いですけど、はい、都内もありますね、はい、なるほど、見てみたいですね、ねえ、ぜひぜひ、なるほどね、うん、はい、投げ銭も今入りまして、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、あとですね、お便りで、おい、どうでもいい、よくもいい、カジ君チャーミング20年前のライブ後にいただいたサイン入りのスティック大事にしてますという、これはね、うちの母親ですね僕のママが、メッセージが来ましたね、はい、ご無沙汰してます、これちょっと見えます、あ、本当だ、スティックだ、りょうこさんへ本当だ、はい、ありがとうございます、かしこに入って、ね、はい、という、うちの母親からがサイン入りスティックをいただいた、そんなことあったの僕知らなかったな、僕の知らない間にそんなことがあったのかしら、なんでどこでいつどこであったんだろう、静岡、
浜松ですが、浜松ね、よく行って、だから僕浜松で会いたいなと思ってるんですけども、そうなんですよ、まあ、そんなこともありました、はい、先ほどのメッセージですね、お寺やそういう神社でやるとおじいちゃんやおばあちゃんがびっくりしますねそう、はい、どうですか反応は、そういう ね高齢の方、年配の方も多分そういうところだといると思うんですが、だけどね、やっぱりちょっとこうオープンな場所だし、はい、その和太鼓もいるし、基本的にはね、なんかこううるさいっていう感じよりは元気出ましたっていう反応の方がいただくことのが多いですね。うん、なんか若返ったわみたいな感じで ね、まあでもね、本当に純粋にそれは普通にフラッと行った人が見れたりするもんなんですか。まあ時の場合によりますよね、はいはいはい、なんかちょっとこう人数制限するとこもあるし、はい、多少有料のこともあるかもしれないですけどね、はい、まあ、それはちょっと、はい、まあ、お祭りでなんか普通に見れることの方が多いですけどね。それはカジ君のフェイスブックとかをチェックしたら、そうですね、今フェイスブックの告知が主になってますね。はい、なるほどね、はい、フェイスブックをねチェックしてください。はい、ということでだんだんと時間になってまいりましたが、はい、はい、この話時間的には大丈夫なんですか、これはしといた方がいいなみたいのは、はい、告知以外では何かあります。そうですね、いやもうなんか大丈夫ですか、どうですか流れは。僕はもうこんなことはねあと30時間ぐらいずっと話してられるタイプなんで、あとでラーメンでも食べながらちょっと聞こうかなとか思いますけれどもはいはいはい、はい、そうですね、うん、今のところ最後じゃ もう一つぐらい質問を最後に受け付けますので、先着1名様ね、はい、質問を受け付けます。その間に私たち告知コーナーやっておりますのでね、はい、質問がある人は、書いてください。そして例のあれもよろしくお願いいたします、はい、ということでじゃ告知、今後のお知らせなど近々のものが、はい、カジ君の方であれば教えてください。はい、実はですね、映画音楽をねちょっと手掛けまして、それはですね私の実家のある大阪府河内長野というところがありまして、そこが、地方創生ムービーということでですね、映画を作るっていうふうにね、出ましたね、手を挙げて、で私の実家が河内長野なもんで、ちょっと音楽やってみませんかというお話が来まして、でまあ私ができるのはもう打楽器関係だけですけども、いろんなチームをバンドのメンバーを集めてねやりました。で鬼ガールというね、映画で、まあちょっと変わった青春もんかなみたいな感じですね。でメンバーがですね、最近モミーファンク、モミーサイクリング、モミーファンクで大活躍のギターの鈴木作くん、それから、日本を代表するジャムバンドダチャンボのベースの、鈴木英二くん、それでやっぱり和太鼓は、鼓動を最近もう何年前かな、3年前ぐらいに卒業した、小田洋介、今は洋介さん、このメンバーを中心にですね音楽を担当させていただいて、まあ普通の音楽、映画音楽っていうよりはバンドサウンドになりましたね。バンドサウンドを中心の映画音楽みたいな感じになってます。はい、公開ね、ね、はい、本当はねコロナなかったら、まあ、もう今頃公開してるはずなんですけれども、まあ、今は、今年の秋を予定してます。秋へ向けて、はい、まあ、まず大阪で全国行けたらいいなっていう、うん、なるほど、感じですね。映画音楽といえばね東京花火でも、うん、はい、僕の監督作品の東京花火という短編映画があるんですけれども、うん、それの映画音楽劇中の中で僕はその情熱のバラでガーンときたこのスチールドラムをやっていただいて、その、カジ君のドラムがね劇中で聴けますので、私 の、 個人商店で、うん、DVD が売っておりますので、よかったらね見てみてください、うん、はい、あ、はい、メッセージが入りました。はい、ペンネーム、シネマート宮森さん、はい、はい、梶原さんは優しい方ですね話し方など人柄がにじみ出ていて、このトークを見てますます好きになりました。もちろん投げ銭も購入しましたよ。
という、ペンネーム宮森さんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして、はい、最後の質問がと思ったけども2つ質問入ってますが大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい、はい、まずラモーンズ T シャツが多いカジ君。はい、そうなんですね。はい、はい、なぜ今日はディランなんですか。いや、いろんなね T シャツ持ってて、まあ、ザ・フーがもう基本的には定番なんですね。ザ・フー、あとラモーンズ、これはねただ単に最近買ってすごく気に入ってるっていうただそれだけです。はい、はい、という今日最近のお気に入りということですね。そうなんですよ。はい、はい、次の質問。はい、あ、そうか、大塚愛ちゃんっていうそういうのもありましたね。ああ、はいはいはい、これ質問ではないんですが10年以上前ですが大塚愛ちゃんのライブで、うん、カジ君が投げたスティックを奇跡的にキャッチしました。お、今でも大切にしてます。カジ君のドラムこれからも楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。そして、最後の最後にふさわしい質問が来ておりますね。これも素晴らしい、空気を読むとはこういうことですね。解散してだいぶ時間が経ちますが、うん、カジ君にとってブルーハーツはどんなバンドでしたか。いやまあけど楽しいバンドでしたよ。うん、なんか若かったし、そのプロになった初めてのバンドだったから何にも分かんないじゃないですか。それが初めて、全て初めての体験だったから、だからもう楽しい思いをさせていただいたなっていうことはまあ自分の中でありますよね。うん、でまああとはもう、はい、なんかね、もうあとはいろいろ本を読んでくれ、いっぱい出てるから、皆さんがこうなんかこう判断していただいて、なんか思ったことがその答えかなっていう感じですね。はい、はい、答えはきっと奥の方、心のずっと奥の方。いやー、まあもういつも今でも楽しくやってます。はい、ありがとうございます。本当にいろんなことにね、はい、もう答えていただいてありがとうございます。ありがとうございます、ね、ちょっと時間オーバーしてしまいましたが、お、はい、では、ね、今回カジ君来ていただきましたけれども、来週の2000ミリセッション、来週再来週になっちゃうのかな、ちょっと開くかもしれないですけども、次回2000ミリセッションのゲストをね発表したいと思います。次回はベーシストのこちらです。どうぞ。はい、ニューロティカからベーシストカタル王子が来てくださいます。おー、カタル君、はい、次回ね7月5日、来月の5日のね、これね、いつもと違うんですけども、日曜日、初めての日曜日なので、時間もいつもはね夜9時からなんですが、うん、夜8時からと1時間早い時間となっております。7月5日日曜日夜の8時からニューロティカのカタルさんを、ついにこれねリクエストが結構あったんですよ、カタルさん出てほしい。はい、なので、カタルさん来ていただけることになりましたので、お楽しみください。はい、じゃあいかがでしたか、カジ君、実際この2000ミリセッション来ていただいて、なんか、はい、1時間半ほどおしゃべりしましたが、あっという間ですね。やっぱみんなそういうのかもしれないですけれど、だし、もう、ね、結構もうだってもうすぐで2時間ですよ。あ、そう、はい、だしなんかこういろいろ話が尽きないですね。もう全然もう、ね、はい、全く聞きたかったことがもう100分の1も聞けてないですけどね。いろんなね、なんかこう昔一緒になんかね、はい、接点があった頃の話もそうだし、うん、そうですね、うん、それをなんかこう軸に広げていくと、はい、いくらでもあるね、うん、いや本当ね、いろんなご縁でありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。またいろんなことよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、では今日のゲストは梶原哲也さん、梶君でした。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。